皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。東京都中野区、中野区は20日物価高騰対策として小中学生の保護者に対し、区独自で半年分の給食費相当額を現金給付すると発表しました。小学生1人につき3万円、中学生1人につき3万7000円を給付するとのことです。国立、都立、私立学校に通う小中学生も対象に含め、給食費の実質無償化を実現します。10月1日の時点で区内在住の小中学生の保護者が対象で、所得制限は設けません。受給には11月下旬に届く申請書の提出が必要で、12月下旬から順次給付を始める予定です。中野区は今年2月から6月にかけて0歳から18歳の子ども約3万5000人に対し、1人2万円の給付も実施しました。また区はこれとは別に、子どもの有無に関わらず物価高騰の影響を大きく受ける世帯に1世帯あたり3万円を給付する事業の対象を広げるとのことで、これまでの対象は住民税非課税世帯と家計急変世帯でしたが、住民税均等割のみが課税されている世帯、全員の住民税課税所得が計150万円未満の世帯も対象に含めるとのこと。12月から申請を受け付け、来年1月上旬から給付を始めるとのことです。動向に注視していきましょう。福島県南相馬市、食料や燃料代などの物価高騰が続く中、家計を支援するため、市民全員に1人当たり2500円分のノマタン商品券をお届けします。対象者は令和5年8月1日時点で本市に住民登録のある方で、世帯ごとにまとめて郵送とのことです。9月中旬頃には発送し、下旬までには全世帯に届く予定とのこと。利用期限は令和6年1月31日とのことでした。兵庫県養父市、大学、短期大学、公共職業能力開発施設などで学業に励む学生に向けて、養父市地域ブランド、養父の太鼓判、認定産品などのふるさと産品を給付します。給付対象者について、以下の条件一部を満たした上で2もしくは3に該当する方が対象です。1、令和5年7月1日時点で住民基本台帳に36ヶ月以上記録されており、かつ養父市に居住している方に扶養されていること。2、令和5年7月1日時点において、学校教育法の規定に基づく高等専門学校、短期大学、大学、または専門学校及び大学院に在学しており、給付申請時点で在学していないこと。3、職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設に、令和5年7月1日時点において在学しており、給付申請時点で退学していないこと。こちらが給付対象者の要件となっています。物資については、養父市産コシヒカリなど、養父市地域ブランド、養父の太鼓判登録産品の詰め合わせで、10月下旬以降順次発送予定です。こちらは申請が必要ですので、ホームページの QR コードもしくは URL から申請フォームを開き、必要事項を入力して学生本人が申請してくださいとのことでした。長野県松川村、物価高騰の影響を受ける村民の皆様と村内事業者の皆様の支援を目的に、今年も心は一つ、頑張る松川村応援券を配布します。対象者は1つ目、基準日9月1日現在、松川村に住民登録がある方。2つ目、令和6年3月11日までに村へ転入の届け出があった方。3つ目、令和6年3月11日までに村へ出生届の届け出及び住民登録があった方。こちらが支給要件となっています。利用期間は令和5年10月1日から令和6年3月11日までで、9月下旬以降村内にお住まいの方1人1セットの商品券を世帯主宛に送付するとのことでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。
リコさんの好きなお菓子を3つ教えてください。ご質問ありがとうございました。お菓子は大好きなのでとっても迷いますね。でも今パッと思いついたものはまずはアルフォートですね。あとはチョコミント、3つ目はバームロールです。以前にいただいた質問でブルボンのシリーズで何が好きですかというものがありましたが、それでも確かバームロールって答えた気がしますね。あのしっとりとしてて甘い感じがとっても好きなんですよね。そしてコーヒーにとっても合いますよね。チョコミントに関してはもちろんチョコでもいいですし、アイスでも大好きです。よくファミリーパックで買うんですが、値段の割にたくさん入っていてお得感があって、そういった面でも好きですね。皆さんはどんなお菓子が好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。